はい、どうも佐々木です。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それではですね、今回も認知症に関する情報、医療関係者のあなた、もしくはご家族さんのあなたにですね、分かりやすくお伝えしようと思っております。今日の一日は僕にとってかなり不運な日でした。もういろんなことが起こりましたね。朝からついてなかったんです。朝ね、僕は職場に行くためにですね、いつも阪急電車というね電車に乗って行ってるわけなんですけれども、まあ毎日のようにね行くんでね、まあ、やっぱり定期を持ってるわけですよ。で今日に関してはね、その定期を家に持ってく家からねこう持って出るのを忘れてしまって、で、まあ、どうしてもねあの乗りたいね時間のね電車っていうのがもう言ってる間に来るっていうようなタイミングやったので、もうしょうがないと、ここはね切符を買おうということで、まあ、切符をね券売機でこう買ってたわけです。そうで、まあもうあと切符買って、まあ、改札通ってって言ったらギリギリ間に合うかなっていうふうに思ってたんですけど、なんかねこう券売機のねこう下から出てくるこの切符の出口みたいなところからね、ちょっとだけしかねこうなんか切符がね出てきてないような状態だったんですね。なんかねもっとね取りやすい状態のはずなんですけどね、なんかでもほんまにもう角っこが微妙にしか見えないみたいな感じだから、奥の方で引っかかってたんですね。全然取れなくて、こう指でこうガーってやっても取れなくてですね、で駅員さんにねこう呼び出しボタンを押してですね、ちょっと機械にねなんか切符が引っかかってしまってるんですみたいなことを言ってね、なんかそんなやり取りをしてたらですね、結局僕の乗りたかった時間の電車はね過ぎてしまうという言ってしまったんですね。はい、そんなんがあったりね、まあね切符じゃないか定期をね忘れてしまったね、まあ僕もまあまあ悪いので、はい、ただねそんなタイミングで切符引っかかるとかっていうふうに思ったんですけどね、はい、まあまあ仕方がないということで、まあ、そのまま職場にね次の電車に乗って、行ったわけですね。でまあ別の話ですけど、今日また同じ今日ですね、ポスティングを今日してたんですけれども、はい、でポスティングをするときにね、僕いつもね愛用のねカバンみたいなのがあるんですね。はい、ポスティング用みたいな感じになってるんですけど、そのカバンがですね紐切れたんですね。いつもねこう肩掛けのねカバンを使ってるんですけれども、こうね、カバンの本体とこう紐をこうつないでる金具みたいな部分がありますよね。そのね金具がね割れたんですね。とりわけ何もしてないんですよ。まあ普通にこうポスティングポストにこうチラシを入れながら歩いてたらですね、こうパキッて急に言い出してね、その金具の部分が割れて、でもう本カバンバッサー落ちてですね、中のチラシがバーってもう散らばるみたいな感じなったんですね。もう僕はね呆然としてね、もうその瞬間ちょっとイラッとしてしまったんですね。なんでこんなことばっかりみたいな、今日は何や今日はみたいな感じにね、一人でねちょっとねイラッとしてしまったんですね。はい、そう、まあでもね冷静になって考えたらですね、そのカバン結構古いんですね。まあまあね数年使ってるんですよ。でね僕はね結構ポスティングをするときにね、結構一気にね一気に詰めてね、一気に巻いて、みたいな感じのね、こうやり方をしてるんでね、まあまあ割とね、カバンにね、負担もかかると、まあいうことで、まあこのね、2点からね、まあいずれね、壊れる時は、まあ来たやろなっていうね、ような感じでね、まあ後々冷静になって考えたらね、まあ思ったわけなんですね。はい。だからね、まあその電車の話もそうですし、まあカバンのね、壊れたっていう話もそうですけどね、やっぱりね、なんかその場でね、こう、そういう出来事があったりしたらとかしたらですね、まあイラッとするわけですね。まあ感情が先に出るんでね、感情的になってしまったわけですね、僕も。でもね、まああと冷静に考えたらですね、まあこういう部分もあったしなっていうようなね風にね、まあ自分の中でこうなんとか納得させたり落ち着かせることが、まあ人間っていうのはできるわけなんですね。はい。まあここからね認知症の話にね、まあ無理くりつなげますけども、やっぱ認知症の方でね、やっぱり怒りっぽい方っていうのはね、なかなかこういう部分がねできなかったり、そういった能力がね衰えてるっていうのがかなりありますね。中でもね、脳の中でもその前頭葉っていうと呼ばれるところですね、この脳の前の方ですね、はい、この部分にはですね、そういったね感情的になった時にこうなんとかね自分をねこうコントロールしようと、抑制させようというね力を、持つ部分があったりですね、冷静にね判断したりこう思考するっていうね役割をねこう前頭葉持ってるわけなんですけど、この部分がねやっぱ弱ってるとですね、やっぱり感情的になったらもう感情的になりっぱなしやし、で時間が経ったとしてもですね、冷静にやっぱりねこう判断することができないんですね。あ、でもこういう部分もあったから、まあしょうがないかっていうふうにね自分の中でこう落ち着かせるとかね納得させるっていうね力がね、やっぱり認知症の方っていうのは持ってなかったりしますんで、
まあ、みんながみんなじゃないですけれども、やっぱりね、前頭葉弱ってる方がまあ大部分なので、まあ、やっぱりですね、そういった思考力だったり、抑制っていうのはなかなか効きにくかったりする部分が、まあ、多いなというふうに思います。はい。まあ、認知症の方はね、こう、目の前にこういらっしゃるとかね、身近にね、おられる方でしたらですね、まあ、なんでね、認知症の方はこんなにね、こう、怒りっぽいんだとか、なんかすぐ感情的になるんだと。まあ、怒りっぽいの逆でもこう悲観的になる、すぐ悲観的になるとかね、ネガティブな方っていうのもいますけどね、もう同じような類ですね。はい。自分の中でね、なんかそういったね、冷静に判断ができてなかったりね、こう、自分のね、感情をうまくね、こう抑制させるっていうことがね、なかなかできないっていう部分がありますんで、やっぱりそういった部分を知ってるだけでもですね、まあ、目の前にね、急に怒り出したその患者さんとか、利用者さんとかを見てもですね、まあ、そういう理由なんだなっていうふうにね、こう、自分自身をね、こうなって、で、まあ、なんかこう、冷静にね、その人をね、見てあげることができるので、やっぱり冷静に見ることができるとですね、その本人さんに対してもですね、まあ、正しい行動というか、正しい態度を取ることができて、まあ、よりね、お事態を悪化させるっていうことを、まあ、防ぐこともできますので、ぜひね、こういったことも、意識しておいてもらえたらいいのかなというふうに思います。はい。今日の内容は以上ですね。ぜひ参考にしてみてください。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。では、さよなら。